はい、3、2、山口敏太郎です。ちょっと不思議な話がありました。ここ1週間ぐらいちょっとまあひどい頭痛に悩まされてまして、頭が痛いと。で、まあ社員に揉んでもらったり、かみさんに揉んでもらったりしてるんですけど、頭痛がひどかったんですね。それがまあ、1週間ほど続きましたかね。で、昨日ですね、まあ昨日も相変わらず頭が痛くて、まあ調子悪いなと思ってたんですが、明け方変な夢を見たんですね。ちょうど僕が本コアで連載しているオカルト博士の妖怪ファイルの海の妖怪編というエピソードがあるんですけども、ここに出てくる親戚のおばちゃん、母親のお兄さんの奥さんですね。だから血縁関係はないんですけど、義理のおばですね。母方の、義理のおばさんがですね、ちょうど1年ちょっと前に亡くなりまして、たまたま僕が香川県のおばちゃんだったんで、徳島にいたんで、遺体 の運搬とかですね、葬儀の準備とかいろいろお手伝いしたんですけども、子供の頃からですね、とっちゃんが知ってる大好きな幽霊とか妖怪、おばちゃん信じるでと言ってくれた数少ない理解者だったんですね。で、おばちゃん自身もそういう霊的なものとか幽霊とか怖い話が大好きだったという、まあ、子供の頃の唯一の親戚の理解者のおばちゃんだったんですが、まあ、1年ちょっと前に亡くなってしまったと。お風呂場で、独居老人でお風呂場で亡くなってたんですけども、そのおばちゃんが夢に出てきたと。で、おばちゃんがですね、僕が何か持ってて手から白い丸いおせんべいみたいなものをいっぱい落とすんですよ。で、かみさんがどっかに行っちゃって、まあその後夢の中で落とすと、なぜかおばちゃんが出てきて、そのおせんべいをいっぱい拾うんですね。で、夢の中で僕はこのおばちゃんからこのせんべいを返してもらったらやばいと思って、いや、そのせんべいをおばちゃんにあげるよって言ったら、ありがとうねと。で、とっちゃんはお金を生むことが得意なんだねっていうのが、なんかよくわからないことを言って去っていったんですね。で、おばちゃんにせんべいあげちゃって、たってことは何か意味あるのかなって考えてたんだけど、そのうち目が覚めて、その目が覚めたら頭痛がすっきり全くない、残ってないんですね。だからおばちゃんが、死んだおばちゃんがですね、なんか頭痛を取ってってくれたんじゃないかなと、思ってる不思議な、今朝見たばっかりの不思議な夢の話でした。